おじさんの夢。僕のおじさんはいつも椅子に座ってニコニコしている。椅子に座ったままでおじさん一人では立ち上がれない。だけど椅子の両側についている自転車のタイヤのような輪っかを手のひらで押して、おじさん一人でどこへでも行く。車椅子って言うんだって。ご飯を食べるときは僕より早くテーブルについてるし、夜のトイレだって一人で行ける。自動車も一人で乗って一人で運転する。パパの自動車と違って車椅子のまま乗れるようになっている自動車だけど、パパやママが忙しい時はおじさんがその車で僕を幼稚園まで送り迎えしてくれたんだ。ニコニコしながらね。ある時僕はおじさんに聞いた。おじさん、どうして立てないの？交通事故で大怪我をして歩けなくなったんだよ。おじさんは僕の頭をニコニコしながら撫でる。だけどもうすぐ車椅子を使わなくてもよくなるんだ。僕は何回も、どうして？どうするの？と聞いたけど、おじさんはニコニコするだけで何も教えてくれなかった。しばらくすると僕が風邪をひいてもいないのに、パパは小学校を休ませた。パパもママも会社を休んで僕を連れてロケット打ち上げセンターへ連れて行った。ああ、無事に上がるかしら。私見ていられないわ。大丈夫さ、あいつの夢が叶うんだ。しっかり見守ってやろう。ずっと遠くにロケットが銀色に輝いて立っている。サッカー場のスタンドのような見物席にはパパやママのように心配そうにロケットを見つめている家族や、双眼鏡やカメラを構えている人でいっぱいだった。さあ、いよいよ打ち上げです。アナウンサーがテレビカメラに向かって興奮しながら喋っている。ねえパパ、本当にあのロケットにおじさんが乗ってるの？僕はおじさんが宇宙飛行士になったなんてまだ信じられない。ああ、事故で歩けなくなってもあいつは自分の夢を諦めなかったんだ。夢？そうさ、あいつ小学校の作文で将来は宇宙飛行士になりたいって書いたぐらいなんだぞ。やがてカウントダウンが始まった。僕もみんなと一緒に5、4、3、2、1と声を張り上げた。おじさんの乗ったロケットが白い煙をもくもくと吐きながら登っていくと、僕は思わず、やったーと万歳した。輝きながらロケットが真っ青な空の真ん中へ消えていくまで僕はずっと手を振り続けてた。それから宇宙ステーションに着いたおじさんは僕やパパ、ママへビデオでお便りをくれた。僕は今宇宙に来てまーす。おじさんは宇宙ステーションの中で浮かびながら僕らに手を振っていた。ここでは僕でも歩けるよー。おじさんは無重力で浮かんだまま足をぎこちなく動かし、壁から天井へぐるりと一回転しながら歩いてみせた。いつもよりとってもとってもニコニコしながら。